人んちの庭を何散歩してるの？ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、あ、そうか。私は、お猿さんに挨拶をしに行ったときに、そこに置いてきたのね。そこに置いて、違う。ジャイアンに声をかけようと思ったんだけど。そこに置いてきたのね。どこでもドアを。見回り中。森の中を見回り中というのは一体何をしているんだい？今あれか。みんな結構。いや、でも、10時台だからまだお昼ではない。え、待って、お猿さんのところどこだったかしら？パシャハン川ではないよね。こっちか？あ、コロコロの森？違うぞ。そんなところではなかったぞ。こうなんかどこでもドアをさ、マップ上でこう使えるようになったらいいんやけど、なんかどこかに出て、そのまま直接、あ、ピチョンコや。そのまんまさ、直接こう歩いて移動したら、そこに置きっぱなしになってくるというのはやめていただきたい。使いづらい。よし。シーゼンタウン東へ。さてさて。今私お金どれくらいあるかな？あ、8500。耳はね、1万円切っとるね。それはちょっと買い物がしづらい。こんにちは。あ、どうも。ご飯まだ食べてないんよ。え、でもまだお昼時じゃなくね？お昼時なの。仕込み中ですか？いつでもご飯は美味しいね。それは思う。それは思うけど、そっか、まだ買い物できる時間じゃないのか。とりあえず、寝ます。お、曇ったぞ。なんだか非常に曇ったぞ。あれ？自分が食べてるんですけど。え？あ、スネ夫。あれからずっと作らされてるのね。君ね、そんなん食べたらまた健康診断で問題が出るよ。もぐ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 。聞いてね。一度君の食欲の原因をじっくり調べてみたいよ。あれじゃない？体の中の菌がめちゃくちゃ元気なんじゃないかな。次々消化していってくれるとか。あ、のび太くんも食べに来たのかい？いや、僕は。座りなよ。おお。じゃあ、座ります。ここでレスターさん隣に座るって意味わからんやんね。声かけてくれたのこっちやのに。それにしても本当によく食べるよね。見てるだけで。う、お腹いっぱいになる。全然食べてないやんな、コットさん。ほんと、びっくりしちゃう。おかわり！スネ夫も大変だね。あの、秘密道具で出すとはいえ。はーい。なんなの、専属シェフなの、スネ夫は。でも、本当によく食べるね。お腹が痛くならない？ならないよ。オイラのお腹は強いんだ。どこに消えてるんだい、食べ物は。ほんと、異常かっていうくらい異常がないよ。マジで健康なんや、すげえ、それは。すごいなぁ。おかえりなさい、トランさん。あ、またそんなに食べてらっしゃるの？あ、おるところでは食べんってこと？違うんだ、これは。何度言ったらわかるんですか？トランさんも大変ですね。すみません。ロコットさんものび太さんもごめんなさい。こんなところ見せてしまって。気にしないでください。そうだよ、気にしないで。トランさん、何、どうした？食料が尽きたとか。スネ夫さんもごめんなさい。たくさん作らせてしまって。大変でしたよ。あ、ただただ泣きついただけか。あなた、早く片付けてください。あ、はい。営業中でしょ？それじゃあ。僕は帰ろうかな。ありがとうございます。あれもスネ夫が作ったのかな。また来ますね。はい。あの人は不健康そうに見えるけど大丈夫なんだろうか。のび太さんは何かお召し上がりになりますか？うん、僕はいいや。でもトラウさん大変そうだね。いえいえ。大変よりも心配ですわ。心配？
食べ過ぎもそうですし、何より料理屋に人がほとんどいらっしゃらないの。確かに横と先生と伸びたくらいの気がする。マジで？でもあんだけ美味しそうに食べよったらなんかねえ、人が集まりそうな気がするけど、まあ、小さい町やけん店の人ってぐらいわかるかそれにはいろいろ理由があるのですわ。え、なに？本当トランさん大変だね。こんな話してしまって。気にしないで。おーい、トラン、ちょっといい？はい。それでは行ってきますわ。さて、僕も帰るよ。ありがとう。のび太さん、またいらしてくださいね。いろいろな理由が聞きたいんですけど。じゃあね。スネオ。またな。頑張れスネオ。大変そうだな。なんかあれやね、結局あっこで働き出したはいいけど、スネオはスネオでいつも大変そうだなね、めっちゃ大変そうな感じするね。今日も一応ちゃんとやってるのね。え、誰もいない。お昼だから、お昼休みなんかの。庭にムカデがいますけれどやだー、庭にムカデがいますよ。ちょっと誰かちゃんとあれ払っといてよ。あれなんかな、営業時間中じゃないと怒らんイベントみたいなのもあったりとかするってことかな。お、うん、人んちの庭を何散歩してるの。あ、ドラえもん、ドラえもんだ、ドラえもん。あれ、ん、こそこそ、そーっと、そーっと、あれ？どうした？何か様子が変だぞ。何してるの？誰も見てないかな？よーし！え、ドラえもんが何か悪さを。脱走ですか？ちょうちょうさん、ん？ベンチに猫がおる。ドラえもんが誰かと話してる？今日はいい天気だね。メス猫か。港で取れたお魚持ってきたんだけど、よかったら一緒に食べませんか？どこに港があるんだ、教えてくれ。あ、あれか。ザザーン浜辺？ザザーン岬？あの辺か。お昼はもう食べたからいらない？そうか。じゃあお散歩でも。過去にドラえもんさ、なんかめっちゃアタックしよった猫が男の子やったみたいなことなかった？オスメスわからんもんなんかな見た目が可愛いとかそういうやつ。逃げられたよ。おい、ドラえもん、のび太くん、もしかして今の見られてた？盗みするつもりじゃなかったんだけど、今の猫はお友達？猫じゃなくてミミコちゃんだ。なんかそういう名前の子ばっかりやねお友達になりたかったんだけど、散歩も断られちゃって。それはお気の毒に。隣町の子らしいんだ。だからこの町を案内して仲良くなろうと思ったんだけど、何をしてもダメでね。何がいけないんだろう。やっぱり遊びに来るたびにデートに誘い続けたのがダメだったんだろうか。しつこいんだよきっと毎度毎度誘ってたの。この町には友達がいないだろうから、僕は良かれと思って。でもデートはいきなりすぎるよ。いやはや積極的よね、いつもドラえもん。せめてこの町にいてくれれば少しずつ仲良くなれるんだろうけど、たまにしか会えないからどこにどうにも回ってしまって。その子がしばらくこの町に居続けてくれればいいんだね。何、引き止めるの？そんな簡単な話でもないと思うけど。きっとこの町にいるうちにミミコちゃんもドラえもんの良さがわかるよ。そうかな。僕に任せてよ、友達じゃないか。ありがとう、のび太くん。おーい、ドラえもんはどこだ？勝手に家を抜け出してしまった、屋敷を抜け出したのがバレた。急にいなくなって怪しい。仕事をせんか、仕事を。またね。厳しいな。急いで戻らなきゃ。のび太くん、また後でね。じゃね、頑張ってね。ドラえもんも大変ね。ヤーメンさん人使いが荒そうだな。さてと、ミミコちゃんにこの町にいてもらえるように、まずは僕がミミコちゃんと仲良くなろう。お、猫とのコミュニケーションが。え、じゃあ何、これから
ミミコちゃんも結構現れるようになるんかな。ちょ待って、いやでもアイヌ牧場にも犬のマークがないけん、猫のマークも出るんかどうかわからんよね。その辺におったりとかする？いや別に全然いませんけどでも、まあ、定期的に現れるようになったってことかしら、わからないまあそういうことなのかもしれないね。じゃあ帰りますか。ちょ待って、私使いたいんです使いたいんです。よし、ということで、は、入れねえ。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ドラえもんって何気にしょっちゅう恋してるよねいいね、楽しそうで。